弥一くんがまたまた大ピンチ。デビューから負けっぱなしの強敵に惨敗して新しい戦法を身につける決意をしたみたい。だからってどうして稽古先が戦闘なの？番台に座ってるの？ JS 犬の女の子たちに囲まれてるの？でも人の心配ばかりはしていられない。年齢制限が迫っている私が女流騎士になるためにはもう足踏みしている時間はないから。次回竜王のお仕事第6局オールラウンダー、よろしくお願いします。